はい、10名さんいらっしゃい。お疲れっす。お疲れ様でーす。連休ですよ。今仕事終わりで歩いてます。ワード2いらっしゃい。休みだ休みだ。いやー、もう太ももパンパンですよ。筋肉痛です、筋肉痛。昨日はたくさんありがとうございました、花火を。おかげさまで太ももパンパンです。海外行ってて放送全然見れなかった。マジか。へー、どこ行ってたの海外は。アミさんいらっしゃい。いいなー、海外旅行か。俺も早く外に出たいぜ。俺も旅配信するからね。そっかそっか。着々と大手の階段を登ってますよ、僕は。配信絶好調だよね、最近ね。やばいよ、アンミが見てない間快進撃だったから。稼ぎまくってるし、結構好調な配信結構多かった。あ、韓国なんだ。いいね。韓国行ったことないんだよね、俺。まだ。どこ行こうかな。連休か、何やろうかな。通知だけは確認してたんだ。でもいいよね、海外でも Wi-Fi 使えるんだね、今。風船プレゼントありがとう。アマくんさんいらっしゃい、アマくさんいらっしゃい。ワード2。そうね、携帯の画面が割れてるからね、携帯配信だとどうしてもコメントが見づらいんだよね。画面バッキバキだからさ、小さい文字が読めないんですよ。持ってったワイマックスが全然使えない。マジか。ワイマックスって世界海外対応してるんだね。バカプレゼントありがとう。なんかでももう規格を統一してほしいよね。世界で通用するようにもう整えてほしいと思う。あ、天音さんか。ごめんごめん。天音さんいらっしゃい。天音ちゃんごめんね、携帯がボロボロで見えてない。風船10個ありがとう。携帯の画面がバッキバキだから、ヒロさんこんにちは。はい、生活大好きちゃんいらっしゃい。ワード2楽しんでて。なんだなんだ。外配信っていうか、まあ帰りの散歩配信だね。帰りの散歩楽しく、まあちょっと寒いけど、たまには外配信でまったりもいいかななんて思って。中央公園じゃなくてね、これは新宿御苑だね。新宿御苑の外の道路。一回親父とこの前会った時、御苑弟と一緒に歩いたけど、すごい良かったよ。中央公園は家の方だね、俺の。都庁の方だから。ここ今いるのは新宿御苑。もともとね、昭和天皇のプライベートのゴルフ場だったんだよ、これ。すごいよね、天皇陛下ともなるとこれだけの規模のゴルフ場を個人で所有できるっていうね。仕事お疲れ様。ありがとうありがとう。今週もみんなお疲れ様。今から帰ります。おい、いらっしゃい。キャス、いやいや、いらっしゃい。いや、昨日さ、昨日すごかったよ。昨日1万円稼いだからね。超でかいんだけど、この土日、金土日で稼がせていただきますよ。またふわっちで稼ぐよ俺は。今気温もちょうどいいから散歩。いや、ちょっと肌寒いかな。天皇様それやっといてやめたいなんて言っちゃダメな。天皇陛下ね。ちなみに昭和天皇だからね。もんじゅういらっしゃい。
ゆっくりまったり。まったりが一番いいよ。ちょっとね、肌寒いね、今日は。ちょっとだけ肌寒い。まあ、俺がパーカーしか着てないっていうのもでかいんだろうけど。よし。久々ドラム叩きたいけどね。最近ドラム全然叩いてない。なんだろうね、駐車場だね。ビー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 。あの辺の駐車場。あれでエヴァンゲリオンが出てくる音じゃないかんね。てーてってて ー, てれてて ー, てれてて ー, てーてってててじゃないから、うん、なんかみんなおすすめのスポットある？おすすめのスポット、東京近郊でおすすめのスポットがあったら教えてください。まあエヴァンゲリオン大好きだからね、俺。エヴァと共に生きてきたからね、うん、おすすめやっぱネルフかな。ネルフってあれじゃなかったっけ、あの箱根の方じゃなかったっけ、熱海とかあの辺なんだよね、第三新東京市って。はい、 P さん、初見さんいらっしゃい、コメントありがとう。楽しかったらフォローしてください。よろしくお願いします。ワドです。ジオフロントね。いや、あのでも設定はよくできてるよ。黒き月は、ビッグインパクト。ファーストインパクトね。ビッグインパクト説っていう、その、説を採用してて。やっぱ SF 大好きなね、オタクたちが作ったアニメだなっていうのが、ふんだんに盛り込まれててよかったっすね。そうだね、エヴァはああいうなんか機械的な音をねやっぱうまく取り入れてるから、工事現場の音とか。エヴァンゲリストから来てるのかね。あ、そうだよ、福音書って意味だよ。だからエヴァンゲリオンっていうのは福音って意味なの。だから聖書のことね、福音っていうのは。だからあれは少年よ神話になれっていうのは、イカリ君とシンジ君とアスカがアダムとイブになりますよっていう新しい福音書ですよ、新しい聖書ですよっていうアニメなの。そう。だから、西洋で受けなかったの。アメリカでアニメあんま受けなかったの。キリスト教ではね。エリバド2。そう。エヴァンジェリストね。ちなみに、エヴァンゲリストじゃなくてエヴァンジェリスト。聖書を広める人のことをエヴァンジェリストっていうのね。ちなみにね、アップルの社員もエヴァンジェリストって呼ばれてたんだよ。アップルっていう商品を、神の商品を売りさばく人。宗教がかった会社なんだよね。P さんお疲れ。仕事終わりました。まったり外配信です。楽しんでいってください。さっきの音確かにエヴァにそっくり。エヴァンヘリコって言うんだ、スパニッシュだと。へぇー、知らなかった。また賢くなっちゃったね。東京新宿高等学校。へえ、これが高校なんだ。校庭がないよ。なんだろう、取材に来てんのかな。要チェックやって感じかな。要チェックやって。ここら辺よく来るんだ。ラテン語に近い。そうそう。剣道が強いのかな。こんな一等地に高校があるんだ。盗撮？まあ、盗撮って言い始めたら、まあ、俺も盗撮みたいなもんし、もう、盗撮を盗撮してたからね。盗撮を盗撮するっていう、もうなんか、わけのわかんない構図になってるからね。そう、お前が言うのって言われちゃうよ、それ。お前は俺のこと映してたろって。まあでも今のは明らか、まあでも高校のあれじゃん、なんか全国大会優勝するようなやつを取材してんじゃないの。作業日で、あ、違う違う、ジャーナリスト的な感じだと思うよ。なんかスポーツジャーナリストみたいな感じがした。カメラの構え方がプロだったから。多分なんか有力な選手がいる感じだと思うよ。仕事は16時までだよ、俺。
今終わって帰ってるところだね。短いよ。タバコ吸いたいから向こう側渡るわ。喫煙所行こう。金太郎花太郎グループでバイトしてたよ。もともと風俗でのし上がった人だよ。新宿ソフトっていう会社で、結構有名な経営者だよ。大金持ち。最悪でしょあそこ。いや給料しっかり払ってたし厳しかったけど、あのちゃんとしてたよ。超厳しいけど、ホコリ一つでもついてたら怒られるくらい綺麗にしないといけないけど、給料27万とかバイトでくれるんだよ。ですぐ正社員にしてくれる、頑張ってると。で店長でだいたい40万ぐらいかな。うん、そうそう、リンリンハウスとか漫画喫茶のマンボウ、あとなんだ、花太郎金太郎グループ、あとそうそういろんなのやってる。もともと風俗とか水商売で上がっていったんだよね。っていうかそこの人、あの息子さんと一回挨拶したことあるよ。あのなんだ、一回会ったことある。お父さんの、お父さんには会ったことないけど、店長までか。あ、俺店長じゃない、俺はバイト。バイト店長給料いくらぐらいなんですかって言ったら、あ、40ぐらいもらえるよって、3年ぐらいやってたらなれるよって。そうだよ、新宿の会社、新宿3丁目だから、さっき言ってた方角だね。めちゃめちゃ体育会系だよ、めちゃめちゃ体育会系。ただまあブラックだとは思わなかったね。給料ちゃんと払ってるし、そのなんつうの、低学歴でもいいから頑張ってるやつはどんどん金渡すっていう社長の方針。ただ仕事は命がけでやれっていう感じ。別にブラックだとは思わないかな。俺は半年間ぐらいそこでバイトやってただけだね。そう、やればやるだけ稼がせるっていう方針の会社。ただ頑張らないやつはもうクビにするっていうか、いらないっていう。仕事なんだから当たり前っていう教育感。新宿のイルミネーション綺麗そう。今からだね。まだ綺麗じゃない。日が落ちたら綺麗だよ、すごく。日が落ちてからだね。もうこれからがゴールデンタイムだよ。ロボットカフェも同じ系列。そう、ロボットレストランね。すごいよ、今満員で入れないんだよ、予約しないと。予約どれくらいだったっけな、200億円ぐらいかけてるからね、ロボットレストラン。すごいよね。明らかに節税対策なのが丸見えなのが面白いけど、いやそれだけ儲かってんでしょ、節税でしょ完全に。200億円税金払うぐらいだったらなんか面白いやつ作ろうぜっていう、そういう経営者のノリでしょ。ギラギラガールも確かそうだね。そう、さらに儲かっちゃってるっていうだから才能ある人はさ、何でも儲かっちゃうんだよ。そう、才能ある人に富が集中しますよ。それが資本主義だから。でもまあ従業員に金払ってないとか、ブラック企業ってさ、ほら従業員に金払わなかったり搾取しようとするけど、あそこは従業員ほんと可愛がってるからね、育ててるし、給料いい、そこそこいい給料渡してるよ。あれ、喫煙所変わってる。なんだ、喫煙所が変わってる。便所前、便所前っていうの、これなんていうか分かんない、ここの広場の。あ、トイレなんだあそこ、知らなかった。
ルノグラフィティってまだやってるんだね。頑張ってるね。いやー、俺こっから先の新宿はあんま好きじゃないな。やから増えるから。風船10個ありがとう。歌舞伎町なんか1日3回ぐらい事件だよ。毎日誰か喧嘩してるよ。熊すごいな。疲れ溜まってるな。今日会社で言われた。熊がすごいって、寝れてないでしょうって。熊すごくない？今日なんか77と、あれ77だっけ。もう年だね。あ、やばい、全然覚えてないよ。高いやつ。あれはね、素晴らしい。ヒアルロン酸がはじけてる。メガネ忘れてきた。今日寝ぼけてて忘れた。どうしようかな。今日家で雑談しようか外配信回ろうかちょっと迷ってんだよね。なんか希望の配信ある？なんかあるかな。何やろうかな今日。メガネを買いに行く。いや、メガネ家にあるもん。家にある。家にある。どうせ俺丸メガネしか買わねえし。メガネは1個持ってるからいらない。どうしようかな。ペアを持つのは資本主義への貢献ですよ。貧乏人に言うなよ。貧乏人にそれ言わないで金持ちに言えよ。稼いだ金全部使ってるわ。貢献してるでしょ。稼いでるやつに言おう。それは京王線をご利用のお客様は各会社の改札口をご利用ください。俺がね、なんか買ってもただの無駄遣いだからね。はい、ワード2、古代さんいらっしゃい。ありがとうございます。激しちゃん そうそう、南口今
なんかずーっとさ、生活保護受けてからさ、配信やってるとき金がない金がないって月末言ってたけど、タバコ欲しいとか飯が食えないとか、最近ね、なんか金回りが良くなってきててね、金がないって言わなくなったよね俺。ここ 2,3 ヶ月月末に金がないって言ってない気がする。やっぱ働いた方がいいな。2万でも全然違うよ。2万あるだけでどんだけ豊かになるか。家まで20分ぐらいだけど、配信やりながらゆっくり歩いてるから、まあ、30分ぐらいかな。収入申告、まあ、まあ収入申告年1回だし、あとなんだっけ、会社が年末調整やってくれるからね、まあ、働いた方が精神的にはいいよね。精神衛生上とてもよろしい。やることがあるっていうのはいいことだよ。暇だもんな、家でダラダラしてても。ああ、和道のサイト、立ち上げるわ。今、ワードプレスで作ってたんだけど、サーバーレンタルして、ちゃんと自分でやることにした。歩くのはね、健康にもいいよね。ちょっと太ったしな、俺。ナマポの収入申告、それは毎月だよ。それは1ヶ月に1回毎月俺はやってる。月末に給料入ったらとりあえず区役所行って、まあでもそれ10分20分ぐらいだからね。ちょっとじゃないよ、10キロ太ったんだよ俺。太りまくってるよ。10キロ太りました。太ったよ。10キロ痩せてたんだよ俺。最近漫画やってないな。そうそう、7万働いたらプラス2万ぐらいになるって感じかね。ユナイテッドアローズ、ガキの頃憧れてたな。すげえ高いんだよここ服、うん、ユナイテッドアローズで買い物したいなって思ってたね。まだ先かな。おしゃれですよ、セレクトショップ。よく雑誌とかに載ってるよね。どうしようか、このまま家帰る？どうしよう。家帰って雑談してもいいけど、最近雑誌見ない。いや、特に何するわけじゃなくてね、ミルク、寝るっていうか家に帰ってるんだよね。家は西新宿の方。うまそうでしょ、パエリア。でもね、ちょっと失敗だったんだよね。2回作ったけど、あんまりダメだったね。やっぱお店の味にはなってなかった。うん、料理結構やるからね。はい、ワード2。チヨいらっしゃい。75名さんいらっしゃい。どうも。なんですか？あ、いただいていいんですか。そうです。ありがとうございます。おっとと、聖書いただきました。料理好きっていうか、まあ一人暮らしね、もう10代の頃からやってるから。俺は16歳から働いてるからね。16歳からずっと働いてますよ。どこだろう。モルモン教じゃなくないか。モルモンじゃないと思うね。どこだろう。教会の名前書いてないね。エホバかな。帰って読もう。あのね、モルモン教はブラジル人とかの、自転車乗ってヘルメットかぶってる外人さんとかが多い。ていうか男前のイケメンだったよ。30代前半、20代後半から30代前半の。あー、スミス、ウィル・スミス。それはね、モルモン教だね。なんとか、スミスなんとかは。
ユタ州モルモン。まあユタはね、あの宗教強いからね。もともとね、ネットワークビジネスってユタ州の、あの、宗教家たちが始めたビジネスなんだよね。コーヒーも紅茶もダメな宗教って辛すぎる。まあ、厳格、なんだっけ、あの、昔のキリスト教徒の生活してるの。あの、映画とかになってるやつ、なんて言ったっけな。ああいうの面白いよね。原理主義ってやつだよね。キリスト教原理主義。ケツの穴のナウシカいらっしゃい。てかナウシカサムネコロコロ変わりすぎだよ。サムネ固定化した方がいいよ。はい、ワード2。たまにはパチンコでもやりたいね。しばらく行ってないね。もう何にも考えないで大と向き合いたいよ。クラプトンいらっしゃい。婚前セックスもダメ、ケツの穴に行く。なんか一回だけ18歳の時に解放してマリファナやりまくるとか、そんなんあったよね。あ、でもそれが普通っちゃ普通かもしんないけどな。そう、たまにはねパチンコとかで散財したいですよ。ネイティブアメリカンチャーチじゃない、なんだっけ、っ名前忘れちゃったんだけど、映画の名前かなそれ、なんだっけ、はい、馬車とか乗って電気さえも使わない、あの一部の民族アメリカの電気とかも使わないで馬車とか使うんだよね。たまには娯楽いいよね。アーミッシュだ、アーミッシュ。さすが、人間の卵さん、ありがとう。そう、アーミッシュね。アーミッシュ。うん、ニューメキシコのドラッグ使う教会。宗教とドラッグは実はね、関連性深いからね。仏教でも使ってるし。インドとかでもバリバリ未だに使ってるから。ちょっと今日は右の方行ってみようか。プラプラ散歩しよう。和道リスナーだから、なんか普通の配信者のところで飛び交わない用語がよく出てくるここはサブカル大好きな人が多いからね。ズンズク、あれ延長ってこれどうやってやるんだろう。これ延長勝手になるのかな、どうなんだろう。これ勝手に設定されてんのかな、延長チケット。ちょっと不安だな。もし切れちゃったらごめんなさい。延長がついてるかどうか不安です。風船プレゼントありがとう。イルミネーションも始まるね、そろそろ。物知り多い。まあなんかそういう感じの配信だからね、ここはね。面白いよ、ついてくるからね。切れたらまた開けばいいさ。そうだね、多分大丈夫だと思う。オーラ見えてますか。俺はオーラは見えるんじゃなくて感じることはできるかな。触れるって感じ、オーラに。多分俺もオーラがあるんだと思う。ノンタンすごいよ、もう熱っていうぐらい手のひら熱くできるからね。ノンタンもね、あの魔法使いだから。あ、延長されたね、勝手に。臭いものに臭するっていう考え方はあんま好きじゃないかな。この世の中の美しさは多様性だと思ってるから、いろんな人がいるっていうところで、いろんな人がいて多様性がこの世の美しさだと俺は思ってる。風船10個ありがとう。都庁でも見に行くか。俺が日本で一番好きな建物、都庁。都庁の前でコーヒー一杯飲もう。都庁デザインした人めちゃめちゃセンスあると思うよ。マクロスって何？水晶の波動を感じる？いや、水晶の波動とかはよくわかんないけど。
人間が持つエネルギーみたいなのを感じるかな。渡らないと。ああ、太ももが筋肉痛。走ると痛い。ああ、巨大ロボットっぽいよね。わかる気がする。すごいかっこいいと思う、こっちは。自転車にあのカゴかっこいいな、警察官みたいで。俺もあのカゴ欲しいな、自転車に。いや、痛いよ。昨日何回スクワットしたよ。1万円分スクワットだよ。それ痛いでしょ。500円で5回だから、1万円20回だから、100回スクワットしたんだよ。痛いよ。都庁見たことない。あ、そうなんだ。今目の前に映ってる建物が都庁だよ、これ。もうフレームに収まりきらないけどね。昨日すごかったかんね。昨日のカニ祭りはすごかったよね。カニ祭りはカニ何個もらったんだ。あれカニ1個3000円だよ。カニ一発で俺に1500円入ってくるからね。超でけえよ。花火よりカニだから今半分寝ながら見てた昨日。あ、そうだったんだ。昨日はカニ祭り。和道に使おうと思って待ち構えてた。ありがとう。みんな優しいね。みんな優しいわ。やっぱ今日の配信どうしよう。ネタ考えてないな。ネタ考えてないな。昨日の続きはいつやんの。あんまり考えてないかな。まあリクエストがあったらが一番いいと思ってるから、フリートーク混ぜながらああいう枠やってもいいかなと思うけど、ついね熱が入っちゃうんだよ俺。昔のその営業マンとか、なんつーの、バリバリ働いてセミナーやってた頃の自分を思い出して、つい熱がこもってしまうんだよ。悪い癖なんだよ。淡々と語れないんだよね。熱くなっちゃうんだよね。今日もカニあるの？マジで？まあ、いつでもどこでもスクワットするよ。ここでもやるよ、全然。俺はだからリスナーさんとの約束で、花火以上のアイテムが、あったら、すぐその場でスクワット、どんな状況でもスクワットするっていうのがこの枠のルールだから。うん。どんな状況でもスクワットする。だから、レジでお会計してようが、配信中に、花火以上のアイテムは絶対にスクワットですよ。誰とコラボしてても。あれ？都庁こっちで合ってるか？上の階行くわ。多分上の階行かないとダメだ。上行きまーす。新宿には上と下があるからね。やって。ゆりいらっしゃい。コメントありがとう。やってって、だから、痛い痛い、階段痛い。階段痛いよ。アイテムがあったら、スクワットするって話を。ありがとうございます。ありがとうございます。アイテムありがとうございます。すいません、どうぞ。すいません、ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。15回行きます。4回。6回。7回。きつい。9回。11回、12回、きつ、13回、
14回、ありがとうございます。キッズ、ありがとうございます。エリさん、カニありがとう。古代さん、ありがとうございます。いや結構深めにやってる。もうあのなんつうの、不正なしでやってる。不正なしで。よいしょ。じゃあ都庁行きましょうか。都庁が目の前に見えてきたんでね。いや太ももをビルドアップしてるよ。太ももマジで太くなってるから。だから腹とかブヨブヨなんだけど、太ももだけ異常に太いんだよね。罰ゲーム、いじめかって思われそう。まあ好きでやってるんだなって思われてんじゃん。綺麗だね、イルミネーション。いや自分のためになるよ、ほんとすげえ綺麗だな。これ全部人が住んでるんだもんな、街の明かりが。このスクワット連続50回はほんときついかんね。いてててて、痛い。走れない。走れない。痛い痛い痛い。痛い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 。走れない。痛い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 。ああ、ギリギリ。名残惜しいけど出かけてくる。おい、行ってらっしゃい、古代さん。行ってらっしゃい。すごいよね。これでもさ、こんなでかいものがさ、立ってるわけじゃん。これ地震来たらやべえよマジで。だってこんなの倒れるに決まってるじゃん。ポッキーありがとう。こんなのだよ、摩天楼だよね、摩天楼。すごいよね、これ人間が建てたんだよ。これ人間が建てたってすごいよね。知恵だよ。人類はここまで強くなったんだよ。すごいわ。人間すごいわ。人間が、あれ、浅井さん？そうか。こっから見る途中、お、あれ？まだ紅葉が残ってるな。なんだこいつ、この木バカになってんのか。もう冬ですよ。なんでこんないい色してるの。この木バカでしょ。この辺の木もバカじゃん。ほら、よくない？こっから見える都庁結構かっこいいよ。バーン。このなんかツインタワーがに途中でなるっていうこの感じがすごいいいよね。こう。このね、デザインはいい。なんか魔物が住んでる。うん。ここいいでしょ？ここでね、よく黄昏れてたんだよ。友達もいなくてさ。一人ぼっちで、ここにこうやって座って。あー、東京ってすげーなーって。新宿ってかっけーなーと思って。田舎者の俺はここが似合うでしょ。うん。どんな人が働いてんだろうって。これが都庁だね。かっこいいでしょ、建物。うん。これが東京都のシンボルですね。よいしょ。ありがとうございます。
ありがとうございます。都庁バックに決めましたぜ。都庁って何区にある？新宿区だよ。新宿区。東京に慣れてると新宿で遊ばなくなる。新宿では遊ばないかな、俺も。新宿では確かに遊ばないかな。まあ好きな街とか似合う街とかあるからね、人によって。はい、こんにちは。いらっしゃい。楽しんでて。あ、2番目に好きなのが、ラクーンタワーだっけ？東京モード学園建物なんだけど、あれが2番目に好きだね。エリちゃん、花火プレゼントありがとう。あれ、コクーンタワーか、あれは。コクーンタワーのデザインかっこいい。たまに夜のサイクリングで寸塚に行く。寸塚ね。この辺はだから気持ちいいよね、夜中走るとね。金曜の今の時間、これからの時間帯は綺麗だよ。ピカピカ光って。まあこの辺は、あれだね、超オフィス街だね。そう。おー、この、こっからのアングルもいいんじゃん？いいんじゃん？こっからのアングルもなかなかいいんじゃない？これ見応えあるよね。このアングルいいんじゃない？結構迫力あると思う。うん。小池のものだからね、これ。今、小池がのさぼってるからね。小池キャッスルだよ、小池。あのババア。どうなんだろうね。頑張ってんのかな。今のところ評判は悪くない。その辺夜中人がいない頃が好き。ああ、わかるわ。ねえ、自分の街って感じになるよね。この世界に一人だけって感じだし。まあ、西新宿はオフィス街だから、夕方以降は人いなくなるからね。だから夜散歩すると気持ちいいよ。この辺の方に住みたかったの、俺は。今度 DM 送っても大丈夫ですか？いいよ、別に。送って送って。別に普通にここで聞いてくれてもいいよ。あんまり俺タブーとかないから。結構みんな普通にね、気まずいようなことでも全然質問するよ、ここで。うん。全然送っていいよ、今。コメントで書いちゃえば。今答えられるし。ここではちょっと言えない？うん。でも俺あれだよ。メールの返信とか結構遅いよ。めんどくさがりだから。はい、こんばんは。エミちゃんいらっしゃい。こんばんは。それだけ、すぐ返事ないかもしれないけど、それだけ了承くださいね。DM は誰にでも開放してるんで、送ることはできるんで。仕事を帰り、もうすぐ家。空ならば、結婚してたことはありますか？いや、結婚は一回もしたことないです、僕は。うん。遅くても大丈夫？あ、わかった。OK。結婚は一回もないですね。バツゼロです。あんまりね、若い頃結婚願望がまるでなかったっていうか、結婚なんて何のためにする？なんで役所にわざわざ報告しないといけないのかっていうのが分かんなかったんだよね。なんで男と女が付き合っていくのに紙を、書類を提出する必要があるのかよく分かんなかったから。今ならわかりますか？うん、そうだね。まあ、丸くなったし、もうなんか誰かと、複数の人と付き合いたいとかもないし、ね、一
人の好きな人がいるんならその人と添い遂げたいっていう感じかな。でまあその人が結婚したいっていうんだったら、うん、全然いいかなと思ってるけど、うん、まあ年取ったってことだな。年取ったんだよ。これホテルね、ホテル街ね、こっち側がヒルトンホテル、こっちがヒルトンで、こっちなんだっけ、ワシントンホテルだっけ。仕事は何をしてるの？ A 型作業所っていうところで働いてて、簡単に言うと一般就労って言って、普通の会社で勤める人のが困難な人が、社会復帰をするための訓練所みたいなのを兼ねた職場なの。あの A 型作業所って呼ばれてるんだけど、なんだろう、いろんなことやってますよ。まあ普通の会社、 A 型と B 型があるんだけど、 A 型は普通の仕事だね。まあただその障害について理解のある人が職場に、専門のそのケアしてくれる人がいるっていう感じかな。俺は LINE スタンプ作ったりとか、アニメーション作ったりとか、グッズ販売とかしてますね。あとサイトのなんかこう、今サイト作りのスタイルシートの勉強してますね。 PHP とか。だからまあいろんなことやってます、僕に限っては。イラストレーターでいろいろ作ったりとか、まあ、人によって何とも言えないけど、うん、人によって違う。軽作業もあれば、仕分け、書類の仕分け昨日やったかな。いろいろやるよ。いろいろやる。和道さん何かしらの紹介をお持ちなんですか？ツイッターに書いてあるよ。ツイッターに全部紹介書いてある、俺の。うん、全部あの公開してますよ、僕は。自分の障害は、まあ、隠すもんでもないと思ってるから、みんなに知っててもらった方が助かるからね。ほら、やっぱ夜になってきた方がいいでしょう、みんな。夜になってきた方が新宿はやっぱかっこいいんだよ。夕暮れ時だとね、ダメ。暗闇で、ね、光るからかっこいいんだよ。夜の新宿は。やっぱ新宿はね、暗くなってきてからがかっこいい。まあ、あの、オフィスビルだからすぐライトアップ終わっちゃうけど、8時ぐらいになったら。でも今の時間帯が一番綺麗だよ。暗がりの中でもピカピカ光ってるのが。おい、こんばんは。桜子いらっしゃい。楽しんでって。桜子いらっしゃい。コメントありがとう。新規の初見さんはぜひフォローしてってください。お願いします。うん。連休だよ。土日休み。でも明日なんか雨降るって言ってたね。明日雨かも。ブラッカーチストワインで
フル回転のスクリューワフル。和道さんはいつから仕事してるの？どれくらいだろう、もう 3,4 ヶ月経つのかな。何月からだっけ。7月ぐらいから、末ぐらいから決まりそうになってたから3ヶ月ぐらいかな。3,4 ヶ月ぐらいだと思ってください。ちょっと細かい日付は覚えてないけど、もう3ヶ月は経ってるはずだね、正式採用から。でもね、働いてるけどね、ちょっと違うんだよ。給料は出るんだけど、利用料っていうのを施設に払うから、お客様でもあるんだよね。だから施設で働いてるとも言えるし、施設を利用してる側の人間とも言えるんだよ。そう、だからね、ちょっと A 型作業所って難しいんだよね。まあ、働いてることは働いてんだけど。今日の獲物をロックオン。いらっしゃい。モグさんいらっしゃい。モンスターは生贄を欲しておるからな。何やろうかな、今日ね。小顔で色の旅。はい、こんにちは。ハンズさんいらっしゃい。楽しんでってください。コメントありがとう。幼女だ。幼女がいる。待ってる物語へ急ごう。カラオケしたいな。太陽が目覚めたらあの船で行こう。寄り添って雪解けを泳ぐ藤波みたいな。あ、そうだったの？ DM しちゃった？あ、じゃあ後で読んでおくよ。 OK、 DM 読んでおくよ、家帰ったら。彼女は家にいんの？知らん。今日来るんじゃないかな、遊びに。休みなの知ってるから。もういるのかもね、もしかしたら。PC でふわっちの外部ツール何使ってるのか知りたかった。あ、俺使ってないですよ、外部ツール。あの、簡単配信ですよ。パソコンね、普通にそのままやってる。アンズさん、外部ツール何にも使ってない。ただあのパソコンの方にステレオミキサーとかオーディオインターフェースとかを外部で繋いでるから、多分それで音とかね、映像とかがかなりいいんだと思う。帰ったらあの配信機材何使ってるか見せてあげるから、もう5分ぐらい待ってて、そしたら機材紹介するよ。機材教えてあげる。結構こだわってるから、他のところよりも音質とか画質いいでしょ。私も軽めの仕事週に 2,3 回したいな。市役所に商談してみようかな。いいと思うよ、うん、なんかね、やることがあった方が楽しいから。 B 型作業所はお金あんま出ないけど、 B 型作業所もいいと思うよ。工賃って言って 2,300 円しか出ないけどね。アイテムの管理ってどこでやるんだろうな。自動延長、自動延長、自動延長切りにしよう。チケットがもったいないからね。チケットもお金かかるからね。よし、今日も配信で稼ぐぞ。ボロ儲けじゃ。よいしょ。この時間で800人来たんだ、1時間で。すごいな、ありがてえな。まあ普通、もしその障害か何かしらの障害持ってるんだったら、あの精神障害について
ってとか自分の持病に合わせたところに行くのはありだと思うよ。働きやすさが圧倒的に違う。障害を理解してない人とかだともうなんか全然伝わらないから、何言っても言い訳がましいと思われちゃうから、うん、この配信終わったら枠取り直すからもう一回更新してね。1時間ぐらい歩いてるね、うん、ちょうど1時間歩いたね。かなり遠回りしたかんね。お金はいい。毎日家にいるよりも何か軽い仕事なら生きがいにも。そう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 、 A 型作業所は俺毎週週5で行って4時間しか働いてないけど、それでも7万円ぐらいになるしね。毎日そのスキルアップもしていくし、イラストレーターでパスの引き方覚えたから、それであとワードプレスもだんだんできるようになってきたし、自分でサイト作ってみようかなと思ってる。1時間歩いたな結局な。彼女とデート配信しようかな。よいしょ。配信機材知りたいって言ってるリスナーさんいるから、このまま携帯次枠1時間で1回放送切るからまた来てねみんなね。そしたら機材紹介簡単にしてからパソコン配信に切り替えるから。よいしょ。そうなんだよね、生ポって叩かれてるけど結構みんな苦しんでるからね。働きたい人結構多いんだよ。一部のなんか変なやつがなんか悪い噂を広めてるだけで、本当にね少数のね一部の人をメディアが取り上げるから、なんか生活保護全体のイメージが下がってるんだよね。てのは良くないよ。みんなそうだと思われてるから。もう着くね。歩き疲れてスクワットできなくなるかも。いやー大丈夫かな、だんだん筋力上がってきてるから。不正なことは何もしてないし、不正なことやってたら捕まるからね。普通に刑法で違反してるわけだから。だから不正受給っていう言葉がネット民は好きすぎるんだよ。なんか悪いことやってんだろうみたいな、そういうイメージが良くない、うん、よいしょ。ただいま。あ、彼女いないわ。彼女来てないね。釈迦？釈迦？ただいま。ただいま。彼女来てないね。いないね。これがベッドね。配信の裏側ね。ここにスライムいるでしょ。ここで仕切りを作ってて、で、ここベッドなの。釈迦？釈迦？じゃあ次枠で配信機材紹介します。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。